エドワルト・シュライヒ、エドワルト・シュライヒは、ドイツの画家である。同名の画家の息子、エドワルト・シュライッシュでア・ジャンゲル特別するために、エドワルト・シュライッシュでア・ルテレと称される、バイエルン州のフィルス・ビーブルクで宮廷の役人の、婚外子として生まれた。1823年からミュンヘンに住み、ミュンヘン美術院に入学することを望んだが、才能がないとされ、入学できなかった。エッツドルフや、 クリスティアン・モルゲン・シュテルン、カール・ロットマンの作品を見て、独学で風景画を描き始めた。オランダの風景画の巨匠の作品も学び、詩的な雰囲気の作風を作り上げた。1851年にカール・シュピッツ・ベークラとパリを訪れ、ルーブル美術館で巨匠の作品を学ぶ一方、フランスの新しい美術の動向にも触れた。ミュンヘン美術院の教授となったほか、 ストックホルムの美術アカデミー、ウィーン美術アカデミーの会員に選ばれた。教えた学生には、チェコ出身のユリウス・マジャークがいる。多くの風景画作品は、ミュンヘンのノイエピナコテークに収蔵されている。1840年代から亡くなるまでしばしば、ミュンヘン郊外のダッハウの村に滞在した。1880年代になって、ミュンヘンで学んだ画家たちは、 ダッハウ地区にに集まるようになり、ダッハウ芸術家村が形成されることになるが修来費は彼らの先駆者とも言える。ありがとうございます。